ビウスゼロとかいう実は優秀な飛行機に対してのみんなの反応集。ではどうぞ。 G 兵器開発前にザフトのモビルスーツに対抗するため25機が実戦投入されましたが、ムーキ以外全滅しました。オープニングで陣ボコるところ好き。ぶっちゃけこのオープニングのイメージしか覚えてない。メビウスゼロ、ワイヤーが絡まりそう。分類上はモビルアーマーだけど、あんまりモビルアーマーって感じがしない。基準自体違うから仕方ない。ムーの代名詞的な機体だが、そこまで戦果は上げてない。前日弾でメビウス隊だけでモビルスーツとドンパチやってたのは普通にすごいと思う。攻撃当たってもダメージ与えられないのはね、ストーリーにはうまく活かしてたけど相性が悪すぎる。実弾しか持ってないのに敵は実弾無効だし、フェーズシフト走行はともかく陣にもろくに効かなかったような。陣落としたことあったっけ？さすがにあったよ。スカイブラスター乗ってる方が長いからな。ストライカーかっこいい。ムーが頑張れるストライカー使わなかったのが残念。知らぬい暁、俺で我慢しな。なんでビット4機も一度に扱えるの？あの世界のニュータイプ的な何かなの？はい、ボンボン版だとプロビデンスとの決戦中にメビウスゼロで再出撃して、ワイヤー絡ませて動きを抑える役に。かっこよくて好き。ムーストライクじゃなくてこれで出てるのか。ムー、ストライクが大破してゼロに乗り換えてで撃って流れ、その前にジェネシスでドミニオンが消滅してるんで不可能を可能にの流れも消失。正直プロビにゼロで近づくのはまず無理じゃね思う。普通のメビウスより小回り効かないしな。ストライクのトリッキー回避でなんとかドラグーン買わせたのだから小回り効かないモビルアーマーでは難易度高すぎる。ムー以外のメビウスゼロはエンジュミオン戦でクルーゼに落とされたかサイクロプス自爆の巻き添えだっけか。どっちもって感じだな。まあ決め手はサイクロプスでしょうけど、貴重な空間認識持ちのパイロット使い潰した連合はアホすぎる。使い潰したっていうか普通に負けただけ。終盤でザフトが人不足になった上ビーム使えるようになるまで連合は数の壁でしか戦えてない。サイクロプスの自爆の時にいたの？本編前にね。サイクロプスで吹っ飛ばしたことを風化させるためにザフトの卑劣な作戦にやられたけど、クラガ君が大戦果上げてくれました。彼はエンディニオンの鷹だ。みんなこの悲しみを糧に宇宙の化け物ぶっ殺そうなってプロパガンダを流した。戦いもサイクロプスに巻き込まれた男。じゃあエンディニオンの鷹って言われるのあんまり好きじゃないのかな。あんまり自称してる時はないし、本人もかなりドライで生き残るためにはいろいろやるし、連合という組織への信頼は特にない様子だし、メンタルへの影響はあると思う。親父が好きでもない女と作った出来損ないの息子に、カトッツ継がせたくねえわ俺のクローン作ろう失敗したわ。やっぱ息子に継がせるわって家庭が嫌で軍隊入ったら、思った以上にしがらみや現実目の当たりにしてクレバーになったみたいだしね。そこにアマちゃんで頼りないけどみんなを生かそうと頑張る女性を見てスーッとね。デスティニーに出た似たやつの方がかっこいい。名前忘れたけど。あれマジで忘れる。登場自体があんまりなかったからかな。エグザスだな。ゼロの発展型の。進化したのがエグザスか。エグザスだっけ？エグゼスだっけ？ってなる。でもビーム完備だし格闘もできるし普通にすごいよねこいつ。今思えば連合のモビルスーツじゃなく高性能なモビルアーマーを中核とする編成へのシフトの伏線だったんだろうな。わざわざ使いこなせるパイロットが少ないタイプのモビルアーマーなのに新規開発してるわけだし、なんでウィンダムに乗り換えたんだっけ？地上では使えないから。さよう、カオスに乗った方が良かったんじゃないか。スペック的には元のメビウスよりだいぶ弱いんだよな。ムーが異常なだけで、ザフトも似たようなの作ろうとしたくらいには影響力ある。デスティニーやストレイだとモーガンのおっさんが頑張れるダガーで切り裂き、エドを拘束してストライカーをパージして大気圏に叩き落とすみたいなエグい使い方してたな。頑張れるダガーには乗ったけど、その前はリニアタンク乗りなんだな。モーガン頑張れる適性はたまたまか。
種子の頃にはエグザスに乗ってるよ。ちなみに葵、エグザスのガンバレルワイヤレスにできそうだけど優先のまんまなんだよな。連合にはドラグーン技術ないんだっけ。カオス強奪からのリバースエンジニアリングしてるだろうし、いずれ無線版もできるようになるかもな。前対戦中に3人の脳波つないでドラグーン使える機体開発してなかったか。あれも一応優先式じゃなかったっけ。第一世代ドラグーンだから無線式。なおこの非人道兵器なんとディアストレイである程度量産されていた模様。人の心とかないんか。ないです。役付けがまだマシな方だったと思えるくらいひどいペルグランデの仕様。ワイヤーは電力供給用なのでバッテリー機だと種子時代でもまだ厳しい。カオスは一応ジュートリオンビーム送電システムだから無線だったけど、実際の運用ではシステムの恩恵受けられないからかなりカツカツだったと思われる。そういえばオールレンジ機は無線式のは大抵核エンジン搭載型だったな。そういうことだったのか。実際ペルグランでも核エンジン機体。あれ？だとすると無線腕持ちのデストロイも？あいつバッテリー機なんだよな。さらに重力下で無線持ちなおかしい機体。カオスの兵装ボットも重力下で飛んでいたし、でかければ推進機を大きくすれば飛ばせるんだろう。カオスのボットに関してはリマスターで演出修正されたし重力下では飛ばない。連合が核兵器を使わない理由付けとしての舞台装置がこいつだと明言されてるので、デストロイはほぼ間違いなくバッテリー機。 M だが N、 あれ？見つからなければセーフ理論だし、てかそんな機体連合には存在しないから OK。序盤の管制後方とアンカーの方向転換で強襲とかかっこいいことしてたのに、すぐお約5年になっちゃって。スカイブラスターはスカイブラスターで好きだからな。しかし対比するとガンバレルでかいな。スカイブラスターが傑作機すぎる。ムーといえばメビウスゼロの印象も強いだけに、ガンバレルストライクを本編にも登場させてほしかったな。そうすればムー仕様のストライクの印象が強まったし、プロビデンスとのオールレンジ対決も見れたのに。まあ後付けだからリマスターでも出番ないのは仕方ないよね。ガンバレルストライカーだと実弾だからプロビには正直役に立たないし、エグゼスストライカーが種時点で仮にあったなら面白かったかも。ガンバレルでガンバレル。今回は以上になります。このチャンネルでは機動戦士ガンダムについてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人はよければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。